いよいよショータイムの開始となります。まず、初めにですね、昨年、十和田秋田ロータリークラブの歌が正式に完成しました。で今日はその花田ロータリークラブの皆様にもその生歌と、生バンドの演奏でぜひともお聴きいただきます。歌声の方はですね、八重樫学さんと奈良節夫さんの生歌で、あと、バックの演奏は、マニアの皆さんの演奏で、ぜひお聴きいただきたいと思います。それでは皆さんご用意の方よろしいでしょうか。はい、ではお願いいたします。
ばんは。今日は十和田ロータリークラブの皆様と、花輪ロータリークラブの皆様でクリスマス会ということでお呼びいただきありがとうございました。このですね、コロナ禍で大変貴重な会かと思います。この貴重な会をですね、またバンドでまた皆さんに楽しんでもらえたらいいなと思っております。よろしくお願いいたします。まず1曲目は、岩崎宏美さんのロマンスという曲を披露したいと思います。よろしくお願いいたします。Thank you.
をお届けしました。次はちょっとまた季節がガラッと変わるんですけど、春の歌をお届けしたいと思います。時間が足りない。じゃあちょっと、じゃあ秋名エピソードを。私の名前も秋名と申しまして、この曲ちょっとさっき楽屋で考えてた時に、姉が5歳上の姉がおりまして、その頃やっぱり中森明菜さんが流行ってて、で姉がこう明菜っていう名前がいいっていうふうに言って、こう明菜っていう名付けられたというエピソードがありました。まあそれだけなんですけど。次は松田聖子さんの曲です。Thank you.
らっしゃってる方々の中には日頃お世話になっている方々もおりましてやりやすいようなやりづらいような今日17日ということで1週間経ちますと24日クリスマスの前日ですね。なかなか日本でもクリスマスっていうのは定着してきたなというふうに私も感じるんですけれども、曲も一つあったのかなというふうに感じています。と今から歌うのは松任谷由実さんの恋人がサンタクロースという曲ですけれども、やはりあの頃からこうクリスマスソングが流行ってたりとか、まあ、クリスマスっていう文化も日本にこう浸透してきたのかなというふうに感じます。とてもリズムのいい曲ですので、ぜひ楽しんで聴いていただければと思います。そして最後の曲となります。早いもので最後の曲となります。よろしくお願いします。
はい、アンコール、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 アンコール、アンコール、アンコール、最後にですね、リクエストいただきましたので、中森明菜さんのデザイナーで終わりたいと思います。お願いいたします。Thank you.
マニアの皆さんに今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。はい、楽しい余興が終わりましたが、まだまだお時間が多少ございますので、残りのお飲み物等、お楽しみいただければと思います。どうもありがとうございます。